こんにち,はちょっと冒頭はね真面目な話をしようかなと思っております皆さんに注意喚起と言いますかこれは完全にまあ被害の話なんで被害者一なんですよ私はまあちょっと一方的にボコボコにされたというか まあそういう事案がありましてその俺と同じような被害者を増やしたくないなっていう思いがありましてえっとまあ今日の配信を開きました配信の方向性も今後ギャッとちょっと変わっていくと思うんでねあとまずこの動画を見,しても見てもらいたいんだけど、まあ、かなりグロッキーな動画というか閲覧注意かもしれないからまあそれが嫌な人はちょっと見ないでください うん、とこれなんだけど <laughs> <laughs> はいこれパンチングマシンって知ってる地域によっては殺戮マシンって言われたりするんだけど。 ま、一方的にこいつにボコボコにされまして、あの、結論から言うと、あの、打撲と骨一本、やりました <laughs>。これで、俺もびっくりした。この、この一発、もう折れてるから今、この瞬間。今これ俺もう折れてんのね。 はい。はい。折れました。<laughs> いや、折れます。ここが。俺もそんな肩的に悪くないと思ったんだけどね。普通のパンチだと思ったんだけど、手首が耐えられなくて。でさ、ダメ押しのさ、もう一発いくんだよね、俺。折れてんのに。折れてんのに。<laughs> めっちゃ我慢してんの、これ。殴った瞬間痛かったんだけど、 そのね、殴ってから、しばらくはずっと痛くなかったの。でも、どん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 痛くなってきて、最後みんなでカラオケ行ったんだけど、カラオケに入った瞬間から、もう痛みが最高潮まで来てて、近くの薬局,薬局でロキソニンを買ってね、ロキソニンをもうその一日に飲める最大容量を飲んでカラオケに挑んだんだけど、俺マジでえらい、あれ買,買,える買えるって言わなかったの。 最後、ジャスと一緒に、あの、新潟からさタックシー帰ったんだけど、ジャス実はな、俺な、多分骨折ったんよって、いや、した、お前、それは大げさ、みたいな。あのね、俺がカラオケやってる時を俯瞰で映してほしい。右腕ずっとこうやってダラーンってしてるから、こ <laughs> うやって。イエーイ折れてます。で、昨日、レントゲンを撮りまして、 で、レントゲンまあ、1本折れてますと強めの打撲もあるんで疾風とまあ骨折は待つしかないからっていうまあ今回も幸い綺麗に折れてた鎖骨と一緒でまあ、1年周期で折るんだろうね前回多分俺がサバゲで鎖骨折ったのもまあ、11月12月だったかな、まあ、1年周期いやそうなんだ俺ね骨の密度がめちゃめちゃそのないかワン・フォア・オールを持ってるかんだよね その体の耐久度とその脳の発信する威力っていうのが噛み合ってなさすぎて。俺、みよ、緑やデクセツが出てきてる。これはもうスマッシュなんだよね。そ <laughs> れで、ね、スマッシュと。<laughs> リミッターが壊れちゃってんだよ。痛かった、マジで。カラオケがマジでピークで痛かった。 カラオケ行ってめっちゃ楽しそうでさみんなで俺も楽しかったのよでも70%が俺の腕に理想ついてた脳のズックン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 のこの鼓動と動作して連動してるの痛みがズックンズックンズックンズッああいってーと思いながらでこれ調べてみたらサブスクライブのディスコードでもいたんだあの貼ってあったんだけど結構パンチングマシンって折ってる人いるらしくてオタクが集まる会場に置くものじゃないんだよ これあれだから、ケインさん専用だから、ケインさん以外、触っちゃいけない、これは。えー、とかさ、アーケインのイベント行った人、これやった人いる<は>痛いね、痛くね、普通に。折るまでは行かなくても、痛いえ人いたべ。写真撮ジャスに LINE 打っとくわ、ジャスから折れてなかったべっていう、なんか、LINE が来てたんだけど、それ蒸しといたんだよね。配信で言おうと思って。今返します。<laughs> 折れてましたと。<laughs> ちょっと体を鍛えようかなっていうのを今回さらに思いました。いや、俺パンチングマシーンで右手首折ると思わなかったな俺言えなかったもん、病院で。なんで折ったんですかってそれは聞かれるんだよ。転んでって言ったわ。無理パンチングマシーンで骨折った無理。俺でも。言えんで、毎回お前さお、大げさだろって言われんだろうね。お前、ま、お前大げさやんって言われんの。 サバゲーの時も、俺、サコついて、サコついて俺か、折れてるかもしれん、みたいなことを後で言ったら、お前、大げさやんって言われると思うんだけど、いつもお前、それは言い過ぎやん、みたいな。でも、結局、折れてる。で、配信どうするいや、それこそ、ちょっと外配信の頻度を、まあ、外配信ウィークというか、あのね、マウス今、触ってみた感じ、FPS は100でできん。 <laughs> 無理100でできないおこれは絶対無理すぎる FPS は一回没頭打ちしてみようちょっと没頭打ち一回してみようかなどんな感じなのかあお痛ぇ OBS の操作で痛は、わマジでダメかもしれない無理かあでもね鎖骨折った時より不便だねデスマッチ あのー、なんて言うんだろう、手首をるとー物を掴む、その、握力を使っああ握力を使った時にああああ無理だぁやこれは無理だこれは無理だぁ、はい、消え去ってやがる,に入るああっはははマスがまともに動かせねーよ助けてくれ <laughs> やー、しねえ俺は <laughs> いいぞ<そ> <laughs> ハハハハハいってマジで痛いって <laughs> 頭取るなダメだ <laughs> ちょっとバロは無理だ <laughs> ちょっとバロは無理 <laughs> <laughs> これゲーム形式は厳しそうだな <laughs> いや俺れ俺れた,折れた <laughs> 今年も無事 無事降りました